武器を前提とした伝統中国武術を伝える宮平保先生。すべての技は本当に危険な状況で生き残るためなのです。今日は宮平先生にインタビュー。八極拳や太極拳、いろんな武術がありますが、何をやるのが一番いいんですか？一応僕自身はその中国武術っていう、まあさっきカテゴリーとおっしゃったもうこのなんていうか総括というか、その部分で考えてまして、でそのまあいわゆる八極拳であったり太極拳であったりという、これ中国武術の門派、いわゆる日本でいう流派になると思うんですが、それはあくまで最終目標ではなくて、最終目的地に到達するためのまあ手段といいますか、交通手段というか、車に乗る、飛行機に乗る、汽車に乗る。でも飛行機に乗ること自体が目的ではなくて、あくまで目的地に到達する、これがいわゆる武術の完成で、この武術の完成も人によって捉え方違うと思うんですけど、まあ、僕 の, あの生徒さんに説明しているのでは、各自個人個人各自の作品を作る、ある意味一生かけてあなたに合った武術を、これ人との比較じゃないですね、自分の中でどれだけの作品が作れるかということです。その手助けをするのがいわゆる流派というもので、ですからまあ、小さい子には身体能力を上げるための武術をやったりする、はい、で中学生高校生になる、ある程度体もできてきた、そろそろいわゆる格闘能力というか、そういった練習にも入れる場合、そういった内容にも入っていきます。いわゆるそれに向いた流派といいますかね、そういったものに進んでいきますね、はい、で40歳50歳いわゆる若い時にやってた格闘的なものをプラス、なんて言うんでしょう、いわゆる養生といいますか、健康法も含まれた、まあ決して若い子に比べてこう弱くなっていくとか、なんていうんですかね、まあそういった武術という意味じゃなくて、筋力とかそういったのは物理的に衰えていくものと反して、技術は上げていくっていう練習をしなければいけないと思うんですね。でそういう練習で、そうやるにはあくまで若い頃ちゃんと基礎をみっちりやってた前提の上だと、これに乗っかっていけるというか、でそういう意味で40代には40代、60代には60代、80代には80代に合った武術ができるっていうのが、まあ、要はずっと継続は力ですから、いかに続けることができるかという練習体系を作るのが僕の役割だと思ってますね、はい。まず武術を、なんて言うんでしょうね、まあ、僕は基本的にはその一生涯単位で見てまして、まあ、小さい子は3歳ぐらいから始めますし、で3歳でじゃあ格闘をやるかというとそういう必要はまあないと思うんですね。あるいは年配になってもできる太極拳を小学校の頃からやるっていうのもうちではあまりなくてですね、で小さい時は体作り、発育といった面でその体の身体能力を上げるという憲法になると思いますね。だから小学生がやってる拳法イコールじゃあ強いのか実践云々ではなくて、これは将来そのよりなんていうんですか、立派な頑丈な建物を建てるための基礎作りという感じで考えてもらえれば。まあ体作りというか、まあ年々か分かりませんが、まあ僕は体のなんていうんですか、要求といいますか、自然な要求に従って変化しているだけですので、はい、もちろん、まあ、若い一時期は八極拳をやっていたので、もうちょっと、まあ、大きい時は85キロとかこういう時期もありましたけど、そういったことで、まあ、自分の体で実験するということですね、うん、そういった時期もでいろいろやっていって、現段階では今の状態が一番、まあ、ベストな状態ということです、はい。まあ、負けたくないっていう競争心がどうか分かりませんけど、高めていく楽しさという感じがありまして、まあ、せっかくやるんだったら、まあ、退化するよりは進化した方がそれは楽しいですの で、はい、で武術っていうのはやっぱりこれだけ深い面白い内容がたくさんありますから、まあ深めていきながら、まあ楽しめてるっていう感じですね、はい。
頭の片隅に置くぐらいに置いといてぐらいですね。で僕も10代20代の時期は当然ありましたので、はい、精神論が先か、いやそうじゃなくて物理的なも強さが先か、当時は当然 強さだったと思います。その時に精神論って、まあ、精神論を受け入れるまで余裕がなかったかもしれませんし、まあ、ですから、まあ、おそらく10代20代のことはそうだろうと僕も思いますので、とりあえず頭の片隅に入れとってと。ただ本人が体の内側から言われたからそうやるんじゃなくて、内側からそうだなと納得してくれて、まあ、それが本人の実体験と以前聞いてきた聞かされてきたことが合致すればいいんじゃないですかね、はい、今日の宮平先生の言葉、みんなの心に届いてほしい。 Everyone is a hero in Crowby World。 Crowby World では誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。